育児・育児とは、乳幼児の世話、養育をすることである。乳幼児とは、乳児と幼児を指し、小学校に入学する前の子供の総称である。育児には、様々な段階があるが、学齢語は子育てを参照。育児を大きく分けると、愛情、栄養、用語に分けることができると、沢田刑事は述べた。皮膚接触育児の基本条件の中でも第一のものは、養育される小児と、 養育する人との間に愛情の交流があることであるとされる。物理的な環境がいかに整っていようが、愛情を欠く環境では、小には健全には育たないと、沢田刑事は指摘している。このことは多くの研究が示しているという。ボール B は母と子が愛情の絆で結ばれていることが、子供が自己への信頼を育てることになり、それがやがては他者への信頼を育てることになり、 円満な社会生活を営むことができる人格形成につながると指摘した。子が母に対して抱く愛情の絆を、ボール B はアタッチメントアタッチメントと呼んでいる。クラウスとケネルらは、こうした愛着の形成には、出生直後における母と子の皮膚接触や母乳保育が大切であると指摘したという。こうした指摘を受けて、近年の産院では、 分娩直後から母子が肌を触れ合う機会を増やしたり、早期授乳を行ったり、産食期に母と子を同室にするなどの配慮をすることが増えてきていると、沢田刑事はした。皮膚接触をすることは、この人格が健全に育つのに役立つとされる。赤ちゃんの皮膚感覚は脳と直結しているので、赤ちゃんの肌に触れることをすればするほど、脳の発達を助けることにつながるとされる。 愛着理論も参照可能な限り母乳で乳児を育てる方が良い。母乳で育てられている赤ちゃんは、人工栄養の赤ちゃんと比較して、SIDS が起こりにくいと考えられている、と日本の厚生労働省のサイトでは説明している。ユニセフは、金のリボン運動と称して、母乳育児を推奨している。島岡正幸、池下育子ら監修のサイト、妊娠、育児代百科も、 母乳育児は、ママと赤ちゃんの間に強い絆を作り上げていく。母乳を射出するオキシトシンというホルモンには、母親に幸福感や甲骨感を与える作用が、そして、母乳を産生するプロラクチンというホルモンには母親に赤ちゃんを保護したいと思わせてくれる作用があるそうだ。とし、母乳育児は母性を育む一番の近道とする。出産後、母親から最初に分泌される初乳には、 医が抗体が多く含まれ、乳児を細菌などの感染から守る働きをしている。母乳の出方には個人差があり、必要以上に授乳の方法に関して心配はしない方が良いと言われることもある。母乳が不足している場合は、ミルクを足す。母乳の出が悪い、疾病や死去、離婚、子供と母親や母親の実家との関係を遠ざけるために、わざと授乳させない。 などの理由で、母親の代わりに授乳させる産婦を奪うという。産婦が別の産婦に一時的に授乳の代行を頼むことを、もらい父という。用語、すなわち身の回りの世話をしてやることについて解説すると、体温を維持すること、皮膚を清潔に保つこと、排泄物を処理することなどは、乳幼児は自分ではできないことなので、大人がそれをしてやることになる、という。 また、健康増進のために、屋外に出て、日光浴、外気浴、外遊びなどを行うことも大切だという。上で愛情が第一の基本条件だと指摘されているが、こうした養護行為も、ただ機械的に行うのではなく、愛情を込めて微笑みかけ語りかける方が良いし、また養育者は、 子供からの笑顔や語りかけに対して積極的に応答することが大切だと、こうすることによって母と子の絆が密となり、コミュニケーションの基礎が作られていく、と沢田は指摘した。また数多くの言葉を聞かせてやることによって、言語の習得の基礎が作られるという、新生時期から4ヶ月頃までは、哺乳による栄養補給を受ける、母乳の他育児用調整粉乳や、 乳児用液体ミルクである。乳児は体重に占める水分の割合が多く、体から蒸発する水分量も多いため、特に哺乳は重要である。乳児は腎臓が未発達で尿を濃縮する力も弱いため、体内の水分低下を尿の量を減らして調節することが難しく、脱水症状を起こしやすい。離乳食生後5ヶ月頃から、父に加えて半固形食を与え、 次に固形食を与えるようになる。この過程が離乳であり、この時期に食べさせる食物を離乳食という。生後5ヶ月から6ヶ月頃にミルクと離乳食の併用となり、生後12ヶ月から18ヶ月頃に離乳食に完全に移行することが多い。断乳の適切な時期については育てる側にも様々な考え方があり、また赤ちゃん、一人一人ごとに、 事情も異なっているので、一概には言えない。早ければ良いというようなものではない、とされる。三食とも離乳食となり、栄養が十分に取れていることが確認できると、断乳を検討し始めても良い時期となる。十二ヶ月頃を目安に断乳すると良い、という人もいる。また、母子のアタッチメントが強化されるという利点に着目して、授乳することが発育を妨げず、 母子にとって楽しい行為であるうちはそのまま父を併用すればよく。世界保健機構風は特殊な病気がない限り、最初の6ヶ月は母乳だけで育てることを勧めている。その後は適切で安全な離乳食を始めて2歳になるまでは母乳を飲むことを勧めている。それは低栄養や肥満の予防に役立つ。離乳が完了した後でも乳幼児はすぐには、 食卓の上の食べ物を自分で口に運ぶことができるようになるわけではなく、養育者が助けてやる必要がある。またこの時期は、朝食や村のある食べ方や遊び食べの問題が生じやすい。離乳後の栄養に関して重要な点は、栄養学的に見て、質、量ともに適切な食品を、この摂取能力に合わせて食べやすい形で与えること食べることが楽しい。 と思える雰囲気を作るようにして、この意思に反して食べることを無理強いしたり、食事量を強制したり、強引なしつけを行ったりしないという2点だと、沢田は述べた。乳歯の生える2歳頃に離乳食から幼児食に移行する。乳児期は皮膚が弱く新陳代謝も激しいため清潔の維持が重要である。浴槽には新生児用のものがある。乳幼児には排泄が 未だ確立されていないため一定期間おむつを履かせることが多い。排泄後、尿や瓶を拭き取り、ローションパウダーなどでかぶれを防がなければならない。お尻拭きは化粧品基準に基づいて設計、製造された寄付眼神型化粧品である。日本では医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用を受ける製品であるためウェットティッシュとは、 製造の基準が異なる。ウェットティッシュには、油脂の除去のためのアルコールや洗浄剤を含んでいる製品があるため乳児の肌を痛める恐れがある。詳細は、トイレットトレーニングを3章2歳近くなってくると、膀胱が大きくなり、尿を貯める働きがほぼ完成し、2時間ぐらいはおむつが濡れないことが多くなる。この時期において、態度で教えられるようになっており、 おまるやトイレの便座に座ることを嫌がらなければ、トイレットトレーニングを始めるタイミングである。うまくできたら大いに褒め、失敗しても叱らないことが重要であるとされる。一人で家事、育児を行うことで、親が極度に疲弊して追い詰められることがある。ワンオペから派生して、ワンオペ育児と呼ぶ、ありがとうございます。